お店の店長、キノッポよ。ここではアイテムを買ったり、売ったりできるわ。なんだかこの人、ゴロツキタウンのお店の人と似てるような気がするけど。ううん、気のせい気のせい。というか、気にしちゃダメ。気にしてません。かっこいい日を蓄えてるわね。マリオとの比喩勝負は引き分けってとこかしら。勝負してない。してないと思う。でも実はこの人、ルイージファンクラブのメンバーらしいわ。弟の方？やっほほーい。姫みかんチャンネルの姫ちゃんことゴスロリ姫です。今回もペーパーマリオ RPG 続きやっていきたいと思いまーす。で、今回はこの村の探索からやっていきたいと思います。花船村にお客さんなんてずいぶん久しぶりだよ。せっかくだからゆっくりしていってよ。花船村のぬこぬこよ。この村のスポークスマンみたいな存在ね。次の村長に立候補するとかしないとか見かけによらず野心家なのね。ほう、宿屋がありますな。邪魔しましょう。ここは心も体もリフレッシュでおなじみの宿屋です。泊まっていきません。またどうぞ。花花村の宿屋のお姉さんよ。疲れたらここに泊まって体力を回復しましょう。何事も無理は禁物。人間やっぱり健康が一番。君は人間じゃないよね。ちなみに宿屋に泊まるとスターパワーも回復するんだよ。あ、そうなんだ。花花村の村長に話を聞いてみましょう。ピンク色の家に住んでるらしいわ。まあ家の中では暴れられないか。どう回ろう。あ、セーブポイントだった。ところもなんかあるのかな。ここはお店かな。あ、そういえばコンタクト、コンタクト買ってないけど大丈夫かな。キノコ、ハチミツ、ふにゃふにゃで防御力は防御力上げる。これの敵をひっくり返す。やっぱアイテム増えてんだ。ここへ来るまでにパワーブロックは手に入れましたか。まだならコインを蹴散らずに買っておいた方がいいでしょう。あなたは実にラッキーだ。こんなにいいアドバイスを聞きて、うん、よかったですよ。うん、花花村のキノピオよ。この人、最悪の事態ばかり考えているみたい。きっとストレスをためるタイプの人ね。大変そう。いらっしゃいませ。キノプの店へようこそ。どんな用ですかな。なんだろうな。またどうぞ。あ、お店の店長、キノッポよ。ここではアイテムを買ったり、売ったりできるわ。なんだかこの人、ゴロツキタウンのお店の人と似てるような気がするけど。ううん、気のせい気のせい。というか、気にしちゃダメ。気にしてません。君が気にしてるんじゃないかな。とりあえず気になった場合、看板を壊すといいかもしれない。300ポイントで金塊もらえる。あ、100ポイントでもすでに金塊もらえるのか。じゃあ買い物いっぱいしないとね。まあお金があんまりないのでやめてきますか。
わしの名前はホワイト将軍。夢も希望も残したボムヘイ。この村で静かに暮らしておる。すまぬが放っておいてくれないか。なんか悪いことした気になっちゃうじゃないか。花花村よ。ポカポカしてて空気も欲しくて本当にのんびりしたいい村ね。ここにはお店の他に宿屋もあるから疲れた時には休めるわ。至れり尽くせりね。そうそう、小川も綺麗だし、ガジガジが住み着いてるから落ちないよね。ボム兵のホワイト将軍よ。白いボム兵って結構珍しいと思うわ。かっこいい火を蓄えてるわね。マリオとの火勝負は引き分けってとこかしら。勝負してない。してないと思う。してないと思う。この部屋にある僕の大事なコレクションにはむやみに手を触れないでくれよ。終わりました。触れはしないから殴っときます。なにこのピーチ姫だらけ。ちょっと変態じゃないねえ。ちょっとこの人、こう見えてピーチ姫の熱狂的なファンの一人でグッズをコレクションしているらしいわ。壁にポスターが貼られていたり、フィギュアが飾られていたり、もしかしたらマリオも未だかつて見たことがないようなお宝を隠しているかも。おー、それは許せませんね。はいはい、許せませんよ。そんなのピーチ姫は僕だけのお姫様なんだとかは言いませんけどね。じゃね。すごいな、アーティスティックだね。ボンジュール、マドマゼ。いいお天気だね。ノンノンノン、あんたじゃないよ。ヒゲのムッシュ。あんたの後ろの可愛いマドマゼルに話しかけてるのさ。どうだい、マドマゼル。こんな寒い虫よりも僕と一緒にお話ししないかい。嫌よ。あなたみたいなタイプ嫌いだもん。他を取ってちょうだい。おお、なんてストレートなんだ。そんな君にマイチング。もしも気が変わったらまた僕に声をかけてくれよ。さっさと行きましょうマリオ。一体何者？お近づきになりたくない気分っていうのもかわいそうだから一応言っておくけど、この人の名前はドンパン。世界を放浪しつつ女の人にアタックするキザ野郎よ。いいぞ。そうか、みんなまでは言わないよ。最近僕はファミコンにハマってるんだ。特にお気に入りのゲームはスーパーマリオブラザーズって言うんだけれど。あら、かわいいじゃない君。君たち知ってる？超おすすめさ。いかにも今時の子供ね。口をつけて出てくる言葉はゲームのことばかり。宿題はもう終わったのかしら。ゲームだけでなく勉強もしっかりやらなきゃね。ゲームも素晴らしき勉強だと思うよ。うん、ココンパーはドラドラ平原の丘の向こうにある古い城のてっぺんに住んでいるんだよ。君知ってるかい？あのゴンババ城にはたくさんの財宝が隠されているって噂なんだ。その財宝を求めて今まで何人もゴンババ城へ向かったけれど、誰一人帰ってこないんだよ。どうだい？なんだか怖くなってきただろう？
そんな腰やれじゃん。腰やれんだ。怒られなかった。花花村ののこのこよ。ゴンババの財宝についてよく噂話をしているわ。でもこの人の噂はどこまで本当なのかしらね。こっちかな。こちら。こんにちはであります。私はフラワーさんであります。もうなったってお花に囲まれているだけで、もうふん、しょぼせてあります。いいじゃないですか。フラワーさんよ、おしゃべりするお花だなんて、とても不思議ね。でも、頭はどこなのかしら。鼻の部分？それとも下の部分？それは、詮索しない約束です。こんな感じかな。この探索はいい感じに進んだと思います。これはフラワーさん。この村はとてもいいところであります。水が美味しく空気もきれい、本当にいいところであります。でもみんなゴンババに気を取られてそれを忘れてしまっているのであります。ちょっと悲しいことであります。おしゃべりする花、フラワーさんよ。花原村に住んでいるみたい。一応植物なんだけど、言ってることはそこら辺の人よりよっぽどちゃんとしているわ。あ、これもフラワーさんでいいんですね、はい、ピンク色の入れってこれじゃん。最近の村長さん物忘れが多いんだよね。僕の名前を忘れることもあるし、ちょっと心配なんだよね。花花村ののこのこよ。この人はいつも何かに気を使ってるみたい。のんびりした人が多いこの村ではかなり珍しいタイプだわ。おしゃれなタイプのいるじゃん。こんにちは。あたしの名前はのこりん。どうぞよろしく。あら、その帽子にそのつなぎ、そしてその立派なおひげ、あなたマリオね。あなたの噂聞いたことがあるわ。とっても強いんですってね。ってことはあなたゴンババを倒すためにこの村に来たのね。ああ、ノコ太郎のやつもそれくらい勇敢だったらいいのに。花花村のノコノコのノコノコノコリンよ。この子、ノコ太郎のガールフレンドなのよね。ノコノコノコリンってなんかそういう少女アニメ的な感じのキャラクターだね、名前が。可愛いし、しっかりしているし、とてもいい子だと思うわ。でも、そのせいかノコ太郎のことを世話の焼ける弟のように思っているところもあるみたい。ちょっと複雑な関係ね。それは確かに複雑。これがノコ太郎？こんにちは、旅の人。あなたもゴンババ城の財宝を求めてこの村に来たんですか？ゴンババってやっぱり強いんですよね。花花村のノコ太郎よ。自分に自信がないのかしら。なんだかうじうじしてるわね。なんだかゴンババのことを気にしているようだけど、一体どうしたのかしら。あ、ボタマジゲールでこれの会話が。何でも一応叩けって言われたような気がしたから。どこになさそうか。それだけでなく炎の攻撃も効かないらしいです。ブルブルブル。
葉に何かいうものを売ってないかな。花花村のキノピオよ。なんというか普通のキノピオね。でも実はこの人ルイージファンクラブのメンバーらしいわ。弟の方を僕じゃダメ。弟の方か。この子超可愛くない？一体どれだけの人たちがゴンババの犠牲になったことか。この間も二つ向こうの村のサグジーさんがゴンババに食べられてしまったらしいの。隣に住んでるノコ太郎のお父さんも昔ゴンババを倒しに行ってそのまま帰らぬ人に、いえ帰らぬ亀となってしまったらしいわ。そこちゃんと言い直すのね。花花村のキノピオ、キノですよ。この人いつも心配ばかりしているみたいなの。でもその割には結構とぼけたところがあるのよね。タフというか、なんというか。褒めてんのかけなしてんのかわからないな。村長さんに言われて門を閉めてるんだけど、それが僕の仕事なのさ。花花村の門番ね。責任感を持ってこの門を守ってるのよ。でも本当に怪物が村にやってきたら真っ先に逃げるタイプのような気がするわ。なんとなく私には分かるの。女の勘かしら。すごいね君、何でもできるね。何この子たち、かわいこちゃんたち3人いるじゃん。私たち世界中を旅する旅行大好き3人娘。この村の名物は美味しい水と綺麗な空気、それともう一つガンババ早く見てみたい。仲良し3人組の女の子たちよ。いつも3人で一緒に行動しているみたい。いいな、私も大学のお友達と一緒にのんびり旅行でも行きたいわ。その前に君友達いる？それは聞かない約束か。そしたらなんでこんなに端っこに寄って集まってんの君。ここに見ないのかな。じゃあ村長のところ行くか。ちょん。まあ。これ。そこなんかありように見えるけど。ちょっと待って、ちょっと葉っぱがもげてる。葉っぱをゲットした。フラワーポイントが3回復する。なんじゃね君は。さては泥棒じゃな。しかし見ての通りこの家には何もありゃせんぞ。まあ少しのコインやわしの年代物の甲羅でよければ差し上げてもよいんじゃがの。わしとおばあさんとのラブラブでスイートメモリーな写真だけは勘弁してくれたまえ。いや、なんていうか、その、かわいいな。違うとな、はて。そうすると、なんだね、チビはスターストーンを探しておるというのかね。それを先に言いたまえよ。ならば話は早いぞ。
君が探しているというスターストーンはな、なんじゃったっけ。そうそう、あのゴンババが持っておるという話を聞いたことがあるぞい。ゴンババというのは巨大でめっちゃ恐ろしいドラゴン、知っておるかね。めっちゃってさ、なおい言葉使ってくやん。もちろんにしとこか。あの凶暴なゴンババにはわしらも非常に困っておる。なるほど、チミは無謀、いや勇敢にもゴンババをやっつけてくれるというのだね。無謀は意外と言うじゃないか。頑張ろうと思ったのにな。おお、なんとも頼もしい。もしゴンババをやっつけてくれるなら、いくらかお礼をしたいところじゃが。なになに、お礼はいらぬとな。お、なんとも欲のない人じゃ。さすがはチミ、名前は何と言ったかね。マニオ、ふむ、なかなか良い名前じゃのう。マニオくん、マニオのままでいいんじゃないかな。これちゃんと言った方がいい。わかっとるよマニオくん、良いかねチミ。ゴンババ城へはドラドラ平原のどこかにある秘密の土管から行けるらしいのじゃが、その土管を使うためには太陽の鍵と月の鍵という2つの鍵が必要と言われておる。あれ、なんか干からびた土管みたいなやつ、あれがそうなのか。じゃあ鍵を両脇にあった石にはめて解放すればいいのかな。この村の先にあるすっとんトイレのどこかに隠されているそうじゃから、まずはそれを手に入れなされ。ではマニオくん、ドカンと一発ゴババを倒してくれたまえよ。そういうとこにギャグ入れてくんだ。ドカンね。花花村の村長よ。相手を置き去りにしたままマイペースで話で突っ走るわ。わざとボケたことを言ってるのか、本当にボケてるのか、ゴンババ以上の強敵かも。そうか。で、ばあさんとの思い出だけは一生懸命壊してた方がいいかな。ダメか。これ、とりあえずこの村の人は一通り声かけたのかな。でもこの門番だもんね。この門番を越えないと向こうが行けないので、このたまにペラッとめくれるこれで、なんか後々できるのかな。あとはその鍵を探して、あそこの鍵を開けるところやのでね。そうだな。じゃあ今回はここまでにして、次回その鍵を探すところから続きやっていこうかな。ということで今回ここまでにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の投稿もお楽しみに。じゃあね、またね。